いつもご覧いただきありがとうございます今回も大谷翔平選手ドジャースの最新情報をご紹介いたしますドジャースに朗報フリーマンとロハスがポストシーズン復帰へ前進順調に回復 GM 名言ドジャースのブランドンゴームズ GM が2日日本時間3日オンラインでの取材に応じシーズン終盤に故障で離脱した内野手のフリーマンロハスが5日 同6日のポストシーズン初戦、地区シリーズ第1戦に復帰する可能性が高いことを明言した。遊撃手のロハスは左股関節。一塁手で3番を打つフリーマンは、右足首捻挫でシーズン終盤に離脱。27日から29日、同28日から30日のコロラド州デンバーでの敵地ロッキーズ3連戦には帯同せずに治療に専念し、ポストシーズンに標準を合わせていた。初戦まで3日となったこの日。 ゴームズ GM は順調に回復している復帰を前向きに考えていると説明したまたしても今季 MLB で唯一無二の金字塔大谷翔平が叩き出した異次元ハイペース18本塁打24盗塁に米メディアもあぜんいよいよポストシーズンに突入した今季の MLB 前人未到である5 0フ5 0を達成した大谷翔平選手とロサンゼルス・ドジャースは 来る現地10月5日からサンディエゴ・パドレスとアトランタ・ブレイブスの勝者とディビジョンシリーズを戦うそんな中米野球データ会社コーディファイ・ベースボールが公式 SNS を更新今期数多くの記録更新を成し遂げてきた大谷の新たなレコードを紹介した掲示されたのは18本塁だ、24盗塁という数字だ同社は 今季 MLB において40試合スパンで12本塁打以上と12盗塁以上を果たしたのはシ平ウヘにただ一人だと説明した上でなんと彼は40試合で18本塁打24盗塁も決めていたのだと驚きをもって伝えているもちろん40試合の中にはあの伝説の一戦も含まれている現地8月12日から9月25日に開催された40試合で大谷はこの18本塁打24盗塁をマーク 9月19日のマイアミ・マーリンズ戦では6安打3本塁打10打点2盗塁という圧巻のパフォーマンスを披露して全米が注目していた50/50 50を一気に達成してみせたまさしく異次元のハイペースポストシーズンでも打って走っての獅子奮陣の活躍を期待せずにはいられない大谷翔平が今度はポストシーズンで史上初の5本塁打5盗塁をやってのける米メディアが異例の予想記事大谷翔平選手が 移籍初年度に50/50 50を超える54本塁打59盗塁の史上初の大記録を成し遂げて54本塁打130打点の2冠はほぼ確定惜しくも首位打者にはわずか4輪届かなかったが打率も3割一部のリーグ2位でトリプルスリーの達成という歴史的な成績を残したそして次に待ち受けるのが大谷が熱望してきたポストシーズンの戦いだ米 CBS スポーツは 大胆な10の予想記事を掲載し大谷がシリーズの中で史上初の5本塁打5投塁を果たす可能性を予想した MLB 公式やロサンゼルスタイムズ紙など多くの米メディアが大谷の2024年シーズンを歴史的なシーズンと表現した史上初の快挙となった50本塁打50投塁は54本塁打59投塁まで伸ばし54本塁打130打点で 2冠は確定し打率3割1部は首位打者そして三冠王にはわずか4輪差届かなかったが総出累数411197安打はいずれもキャリアハイだが大谷はここから先はシーズン中に積み上げた成績とか数字は意味がない自分の調子を維持すること気持ちを切らさずに過ごしていきたいといつか 日本時間6日のディビジョンシリーズから始まるポストシーズンの戦いに目を向けたその中で CBS スポーツが2024年の MLB プレーオフ大谷翔平の史上初やアストロズの失望を含む10の大胆な予想というタイトルでポストシーズンの予想記事を掲載10個のうち2番目の予想として大谷が本類だ5本塁打5盗塁を成し遂げるとぶち上げたマイク・アクシサ記者が執筆したもので「5 0フ5 0を超える」 54本塁打59盗塁ほどインパクトはないが一つのポストシーズンシリーズで5本塁打5盗塁を果たすことも前例のないことだ2021年から2023年にかけて通算57盗塁をした大谷は2024年に59盗塁を記録した10月にも盗塁が続かないと考える理由はない彼のスピードはとても貴重でその力は計り知れないと書き始め 私の大胆な予想では大谷はこのポストシーズンのシリーズで5本塁打と5盗塁を打つだろうと予想したポストシーズンの全試合で5本塁打5盗塁を果たすという予想ではなく5,0003勝選手で決まるディビジョンシリーズ7戦4勝選手のリーグチャンピオンシップシリーズ同じく7戦4勝選手のワールドシリーズのそれぞれ1つのシリーズで果たすのではという予想だ同メディアによると 過去にポストシーズンの一つのシリーズで5本塁打以上を打った選手は9人同時に複数盗塁を記録した選手は1人もいない最多本塁打は2011年のア・リーグチャンピオンシップシリーズでネルソン・クルーズレンジャーズが打った6本だが盗塁は0以下5本の選手が8人で1977年のレジー・ジャクソンヤンキース1995年のケン・グリフィー・ジュニアマリナーズ1盗塁 1996年のファン・ゴンザレスレンジャーズ2009年のチェイス・アトリーフィリーズ1投類2017年のジョージ・スプリンガーアストロズ2020年のコーリー・シーガードジャース2023年のアドリス・ガルシアレンジャーズ1投類2023年のカイル・シュワーバーフィリーズだ同記者は投類については5投類以上を決めた選手が過去に21人もいることを紹介した上で 5本の本塁打が難しい部分になるだろう5盗塁が簡単というわけではないそして本塁打と盗塁は相反するものだ本塁打を打った時盗塁はできずシリーズでの打席数が限られることになるただ大谷は多く出塁することが予想されると指摘さらにこう続けた大谷がシリーズで多くの本塁打を打つと相手チームが彼を歩かせ始める可能性が出てくるただムーキー・ベッツとフレディ・フリーマンが彼の後ろを打つので その心配はあまりない申告敬遠も大きな問題にはならない逆に問題は大谷があまりにも多くのホームランを打つため盗塁のチャンスを自分に与えるかどうかいずれにせよ私たちは史上初のシリーズでの5本塁打5盗塁を予想しているちなみにポストシーズンのトータルでの最多本塁打は2020年のランディア・ロザレイナレイズの10本ディビジョンシリーズの5試合で3本 チャンンピオンシップシリーズの7試合で4本ワールドシリーズの6試合で3本を放った同僚が素顔の大谷翔平を証言素朴な男だよ素の大谷を同僚が告白カーショー内向的だというがそんなことはない米大リーグドジャースの大谷翔平投手はレギュラーシーズン全日程を終えた54本塁打130打点でなリーグ2冠を獲得キャリア杯の打率3割1部。 日本人初のトリプルスリーに加え日本人最多となる59盗類で前人未到の50本類だ50盗類にも到達という歴史的な結果を残した米メディアは同僚の証言をもとに大谷の素顔を明らかにする記事を掲載その中でエースクレートン・カーショー投手らの言葉を伝えているドジャース一筋17年目の大ベテランでサイ・ヤング賞を3度受賞するなど歴代屈指の左腕であるカーショーは 米カリフォルニア州地元紙ロサンゼルス・タイムズの少年たちの一人「翔平大谷はその人間性においてもドジャースのチームメートたちに感銘を与える」という記事内で「大谷の性格について言及している」カーショーは大谷について「みんなが彼は内向的な類いの男だ」と言うが「クラブハウスにいる時僕たちといる時は素晴らしいよ」と「チームメートと過ごすオフ」の大谷の陽気さに言及加えて「 彼が勝利にどれほどこだわっているかは明らかだよねと競技面での真剣度について語っているこの大エースの証言を裏付けるように他のチームメイトも口々に大谷のグラウンド外の振る舞いを証言オースティン・バーンズ星がジョークも言うしふざけたりもする僕を笑わせてくれるんだと明かすとテオスカー・フェルナンデス外野手は彼はそんなに静かじゃないよと普段の大谷の騒がしい姿を明かしている他にもユニークなエピソードは続き チーム移動の飛行機で大谷の座席の近くに座ることが多いアレックス・ベシア投手は寝相が悪いことで有名な大谷が通路に足を投げ出して眠る様子を語りながら彼は最も素朴な男だ普通の人間だよと明かしていた大谷はサをオえ f えとなり10年総額7億ドル約1 1 4億円当時という巨大契約でドジャースに移籍米国でも有数の巨大市場を有する球団で 米国の経済誌「フォーブス」は5月大谷がスポンサーなどから得る副収入が本業の約2.3倍となる6,000万ドル約93億万円当時に達すると伝えているかつては40「4040」も想像できなかったがドジャースの大谷翔平2024年シーズンのトピックス1位に選出米メディア大谷は別次元にいる。米メディアレッドスピンは 2024年シーズンのトトピックスベスベ5を発表1位にロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平が成し遂げた50本塁打50盗塁が選ばれた大谷が5 0 5 0の初メンバーにかつては1シーズンで40本塁打40盗塁を記録して4 0 4 0クラブに入る選手が出てくるなど想像もできなかった1988年にホセ・カンセコが歴史を塗り替えそれ以来大谷を含めて5人が加わった 今シーズンの大谷はいずれもキャリア最高の54本塁打59盗塁まで記録を伸ばし4040 40クラブが子供の遊びのように見えた大谷は別次元にいる大谷翔平73年間で歴代最高93.7が判明米解説がビデオゲームのようと驚嘆した技50盗塁以上した選手の中で1951年以降最も高い成功率記録づくめの1年となったが MLB 公式の記者は隠れた歴代最高の数値を紹介している大谷はレギュラーシーズン最終戦となった9月29日日本時間30日の敵地ロッキーズ戦で今季59個目の投類を成功させた今季63回投類を起として失敗はわずかに4成功率は驚異の93.7%だ MLB 公式のサラ・ラングス記者は X でこの数値に注目 両リーグで盗塁失敗が記録されるようになった1951年以降では成功率93.7%は50盗塁以上した選手の中で最も高い確率だという28日同29日の敵地ロッキーズ戦では2度2投を試み共にセーフ5859盗塁目がカウントされたがあとに1つ目の盗塁はボークへと記録が訂正されたこの日の59盗塁目は幻となってしまったものの 地元放送局スポーツネットロサンゼルスの中継ではこの93.7%という成功率が話題に解説のエリック・キャロス氏は「これはビデオゲームのようだ」と驚きの声を上げていた最後までご覧いただきありがとうございます。もししししよよろろければチャンンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。